こんにちは、豊さん、はい、こんなコメントが来ておりました、はい、豊さん、阪神のいつも選手、はい、ぜひ取り上げてくださいある日のコメントでも来ていました。あ、そうだね、豊さん、阪神のいつも選手を、はい、ぜひ解説してください、はい、ということで今日は阪神のドラ3のルーキーです、いつも日向選手をちょっと豊さんに、高校ドラフト3位だもんな。そうです、高校生でドラフト3位、関東一高関一、はい、はい、あのオコエ選手も出た関一ですね。そうですね、はい、ちょっとプロフィールなんですけど、はい、東京都の八王子市出身、はい、177センチ、はい、ドラフト3位で去年阪神に入ってきました、はい、選手の特徴としては高校通算32本塁打の長打力、はい、プラスアルファ 50m 走が6秒0の俊足、はい、遠投101、投手として最速144キロを記録した強肩を備え、はい、ミート力も高く、高校時代は公式戦で一度しか三振したことがない。すごいよな。すごいですね、一度しか三振したことがないという選手。今実はファームで打率が1位です。なあ、はい、多分高校からのそのホームを今ずっと阪神でも構えからね、はい、やってると思うんだけども、まず関東一高の監督さんにすごいって言いたいのは、はい、ちょっとね、言えば変則的な構えなんだよね、はい、足が開いてバッとこうやって寝せて、はい、ちょっとこの左肩をこう入れてみたいな、あれを直さなかったということ。例えばね、アマチュアの指導者って自然体で立ちなさいとかいろいろ教えるんだけども、でもいつものそれが打てる構えだったのね、それをやっぱ直さなかったっていうのはすごいいい指導者なんだろうなっていうのをまず感じた、はい、で阪神に入ってきた時も阪神の指導者たちは多分いじらなかったと思うんだよ、うん、それで結果を見て悪いところは修正していこうって、結果が出ちゃってるから修正するところがなくなっちゃう。そうですね、今でもまあ構えは変則だけどもタイミングの取り方がうまい、タイミングの取り方が実にこう長く大きく足をステップすると同時に手が上がるんだよね、はい、そこから挙動に打ちに来るから、うん、無駄がない、うん、で軸がぶれない、はい、だからボールもよく見えてるはずだよ。あ、でミート力もあるんで長打が打てる。だからね、プロに入ったらね、はい、長打っていうのはあんまり意識はしない方がいいな、うん、あの中距離でいい、ただ、はい、そのリーディングヒッターを争えるような、うん、そんな感じがするよ。へえ、軸で言えば宮崎だな、DeNA の、うん、あれも動かないから前に絶対出ないからね、はい、それと似てる。へえ、軸はね、はい、いいな。いいですよね。いやいや、そうなんですよ。まあ例えばさ、はい、巨人の浅野、浅野って言われてて、うん、同じドラフトでしょ、はい、で浅野もやっぱ素晴らしいんだけどもさ、このいつも、はい、いいないや阪神のやっぱスカウトはいいとこ見てるわ。あ、やっぱりそうなんですね。あ、いい選手だよ。おー、ファームの成績が3割2分9厘、はい、ね、2本ぐらい、はい、で安打数が27で出塁率が3割7分5厘、はい、ね、まあ、三振はまあね、やっぱさすがプロだなって思うのは16取られてるというね、うん、はい、まあそういうことはあったとしてもいいね、将来楽しみやな、うん、この選手も。ちなみにこのドラフトで見つけてきた担当のスカウトの方はこれまでに、まあ、高山選手、坂本選手、熊谷選手の発掘と獲得に尽力した平塚スカウト。平塚か、はい、あ、平塚はお前元太陽やな平塚スカウトです。もう梅ちゃんね、あ、あの漫画の梅ちゃんって、あ、はい、あ、いるんだけど、はい、あ、そうか、はい、いいとこ見てるな、発掘してきたそうです。で本人は、まあ、西武ライオンズのファンで憧れの選手が中島裕之選手、まあ、中地ですね、と浅村選手、あのバッティングの、あ、だから中地のこれ、そうそうそう、これ似てるんだ。そうなんです、私はそう思いました。あ、そうだな、ゆらゆらゆらしながらっていうのが、なるほどな、中地に似てるなって。でもあのそのモノマネから入ってね、はい、自分のものにしていったんだと思うけど、はい、いや素晴らしいと思うよ、はい、今ここまでは、ここまでは。ただやっぱちょっと生意気だなと思ったのがさ、はい、カーンと打って、はい、ボール際だったんだよね、はい、見てるもんね、走らないで殴られた昔それバーンと走らんかポケー、普通走りますよね。いやだからいい度胸してるよな、ルーキーで。いやだからホームランの感触も覚えてるっていうことで、いやこれはもう走らなくてもホームランになるかファールかっていう、はい、見てて
ホームラン。そうですよね。このハートの強さ。ありますね。あるね。はい。選球眼もいいしな。うん、これは早いうちから出てくるよ。うん、有原投手とファームで対戦ありまして、はい、まあ、ちょっと攻守に阻まれてアウトになったんですけれども、これはあわやホームランとかフェンチョブの当たりっていうところ。100倍もらってるから。500万と5億だから、だから平気でパーカーンとフェンチョクとか、そうです、取られたけど、まあ、その他にも有原なんかこう、おーっと打たれてんじゃねえよって、お前メジャーまで行った選手がみたいな、確かにそうですよ、ね、いうところはあるんだけども、はい、まあ、だけど本当に素敵な選手が多いな。阪神って前川も前川の強選手、左のな、はい、いつも、はい、これもうクリーンアップ2人が出来上がってるっていうことで、将来的な。おお、でもサトテル選手もういるけども、はい、だからサトテルが、いやいや、サトさん6万ぐらい打っといてくださいみたいな、そのぐらいの逸材になってくるよ。すごいですね。まあ、いつも選手、まあ、憧れが例えば浅村選手、中地選手っていうと、やっぱりそのクリーンアップ3番、4番っていうところ憧れにしてるってことは、タイプ的にも阪神で3番タイプだな。あ、3番タイプ、タイプ的にはね。ただ勝負強さもおそらくこの彼は持ってると思うから、はい、5番タイプで、あ、3番、4番ではないような気がするな。あ、サイズ的にもね、はい、まあ、でもこのバッターが真由美さんみたいに3割5分ぐらいの30本ぐらい打てるようなバッターになったとしたら1番で、はいはい、阪神は黄金期が来るね。しかも足速いのでトリプルスリーっていうことも、ああ、十分、うん、でも甲子園だから、あ、そうか、甲子園だから、もう FA で DeNA 行きなさい、はい、そのチャンスは多く膨らむからトリプルスリーの確率はそうですね。いや、でも本当このいつぼ選手、前川右京選手にしても、まだ森下選手、それから井上選手もいますし、阪神のその若手ピッチャーもいるんだよ、若いいい選手いっぱいいますよね。いや、すごいな、スカウトいいな、はい、阪神の。いや、いいですね、阪神のスカウトをスカウトしてもらえとさ。いや、本当そうですよ。いや、本当に、まあ、今年な、はい、じっくり育てるか、うん、どうしたらいいでしょうか、これ上げてきた方が一回はいいんですか。一軍を見せるっていうのも手だけどね、はい、ただおそらく優勝争いしてくるだろうから、阪神は、うん、その中で使えるのかどうかっていうことだよね。ああ、そうですよね。なってくると中盤とか中盤よりちょっと手前のところで使うのかな、まあ、そうだな、うん、だから、まあ、例えば交流戦になってくるとさ、はい、誰か DH 行ったら守るチャンスが生まれるじゃない。そうですね。だから、まあ、そこら辺でのチャンスもあるだろうし、うん、まあ、順位だな。あとは本当に使えるような選手って言ったら絶対上げるだろうし。そうですよね。外野手ってやっぱたくさんいるからね、阪神。そうなんですよね。ユダさん、将来の近未来の、うん、阪神の打順、こうなったらすごい夢あるよねっていう打順ってどうですか。まあ、もちろんこのいつぼ選手も入ってくるとは思うんですけれども。いやいや、そりゃそう言われてもさ、ちょっと困るところがあります。前川右京選手、いや、前川右京、森下選手、井上選手、いつぼが3番、はい、前川が5番、5番、うん、で4番に誰かっていう、うーん、誰かがいてくれたらいいよね。あ、最強になる、黄金期ですね。本気だよ。いや、そうね、あのね、本当にね、野手はね、優秀だよ。はい、でね、その DeNA が今強いけど、ファームに行くと、いや、いい選手たくさんいるんですよみたいな。それがやっぱり一軍に上がってきて、なんか強いチームを作る。はい、まあ、広島もそうなんだよ、うん。いい選手が若手でいますよって。でもこれからまた強くなってくると思う。はい、いい選手があって聞こえてこないのが、やっぱジャイアンツ、中日なんだよ。そうですね。だから早くそのスカウトで、うん、ドラフトでいい選手を集めないと、阪神とか、まあ、DeNA、うん、広島に置いていかれるようになる。あ、ヤクルトもめちゃくちゃ優秀だから。そうですね。だからヤクルト、うん、だから2球団が聞こえてこないんだよ、巨人と中日。はい、だからここら辺やっぱスカウトを早くあれしてスカウトをスカウトして、いや、スカウトをスカウトするかどうか、はい、いや、本当にね、うん、球団としてはものすごい差になってる。阪神なんて本当優秀だから。そうですね、まあ、いつもなんかこうね、うん、実際生では見てないけど、はい、映像とかで見ると、あ、これはもう文句なしだわって。
なりますね、思うし、前川もね、前川いいし、はい、まあ、井上とかもいいしね、はい、で広島だって若い選手いるし、はい、まあ、DeNA もいる、もうヤクルトなんか半端なくいるから、もういっぱいいますからね、そうそうそう、うん、だから阪神は楽しみだよ、そうですね、これからは、いやだからまあ困るのがやっぱり中堅ところだよな、そうですね、中堅になってしまった高山なんか困るよな、まあ打率が2割、だってお前同じ会社でさ、はい、前回いる、いつもいるって言ったら俺何枠みたいないや入れるみたいな感じになっちゃうからさ、もう今頑張って本当に一軍に行っとかないと置いていかれちゃいますか、今年現役ドラフトだよ、そうですね、今現在で2割1分4厘のホームラン2本、そうそうそう、寂しいよな、はい、だって六大学の最多安打のバッターだよ、はい、それがさこの数字じゃさちょっと寂しいよな、いやそうなんです、まあ、だから本当にあのこういう若手の付け上げがあると、はい、やっぱ高山とか危なくなってくるぞって思っちゃう、ね、そうですよね、外野枠で、いやでも本当にいつも選手あのいい、いやこれはね、皆さんね、はい、見てる方は楽しみにしておいてください、それと各球団の方、はい、要警戒だよ、本当に選手要警戒出てきた、だから村上っていうのがポッと出てきたでしょ、ピッチャーピッチャーで、はい、ね、智弁の、うん、まあ結構抑えてるんだよ、はい、抑えてるけどあんまりクローズアップされてなかった、そう投げてみたら相当な実力あるじゃない、こんなピッチャーまでいたのみたいな、打てないじゃんみたいな、はい、あれもうちょっと配球変えたらもっと打てないからね、さらに無双状態に入っていくってことですね、だからバウアーの投球術を生なんだら、あ、いや本当本当打てなくなるよ、そうなんだ、そういうピッチャーもういっぱいいるから阪神には、そうですよね、優秀な選手は若手に多いな、多いですよね、本当にあの阪神のあれがもう毎年になっていく可能性だってありますもんね、あれが秋田ってなるもうあれが秋田ぐらいに、そうですよ ね、はい、でもいつもね本当に期待したいし、はい、まだこういう選手で喋ってほしいっていう選手がいれば、そうです ね、コメント欄の方に寄せていただければ、うん、はい、ね、ちょっといろいろ調べて取り上げていきたい、ね、取り上げていきたいと思います、はい、はい。